裏技ファミコン大全集。どうもタブヤンと申します。今回は、ファミコンの初期の作品ベースボールをプレイしてみたいと思います。ベースボールの裏技の噂はですね、リセットボタンを押しながら、リセットボタンを押しつつスタートボタンを押してリセットボタンを離すと対戦チームが、必ずジャイアンツになるという噂がありますので実際にやってみたいと思います。リセットを押しますよ。リセットを押しながらスタートをしてリセットを離すと、おー確かに普通はこの通常は対戦相手選べないんですよね。で、ランダムにコンピューターが決めるんですけど巨人と選べると。なるほど、噂は本当でした。せっかく阪神でちょっと久しぶりにバッティングしたいなと思います。懐かしいというよりベースボールの動画も上げてまして、まあクリア条件が全チームと対戦するということで上げてますので、よかったら本域で見る場合はそちらを見ていただけたらと思います。さあこのバッターだけデッドボールじゃないね今の。勝負だ。三振で終わりました。久しぶりブランクがあったからな。それだけやろっかな。ナイスバッティング、センター返し。いやー気持ちよく終われますねこれ。セカンドには無理なのか。はい、ということで噂は本当でした。巨人と戦いたいときはねこれでいいと、いけ、使えると思います。神々やないの。それではまた。他にもファミコン動画がたくさんありますのでよかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。